かんないよ。わかんないよ。ジュウ君の言ってることは一つもわかんないよ。ジュウ君がいいって言ってるもの、何がいいのかわかんないよ。わかんない。私にはわかんないの。何話してたの？やだよ、教えてってば。いいだろう別に。なんでよ、いいじゃん。だから言ってもしょうがねえって。どうせお前には分かんねえだろ。あとこ隠したりしないで全力で取り組む人の方がかっこいいよ。どうして二つだとか異名とかいろいろつけるの？いっぱい呼び名があったって分かりにくいだけじゃん。英語でも何でもカタカナつけないでよ。覚えられないだよ。正義と悪だと、なんで悪がいいの？なんで悪い方がいいの？悪いから悪なんじゃないの？右腕がうずくとなんでかっこいいの？クルーのどこがかっこいいの？クレイジーのどこがいいのか分かんない。罪深いって何なの？罪があるなら何がいいの？犯罪者がかっこいいの？ちょっと調べたくらいでそういう話しないでよ。内容もちゃんと教えてくんなきゃ意味が分かんないよ。教えるならちゃんと教えてよ。神話に出てくる武器の説明されても楽しくないよ。何がいいだろうってどういうこと？雰囲気で感じろとか言われても無理だよ。ちゃんと制御できる方がかっこいいよ。立派だよ。知らない人の言葉使われても何が言いたいのか全然分かんないだよ。自分の言葉で語ってよ。お願いだから私が分かること話してよ。分かんない、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 分かんない。ジュウ君の言うことは昔から何一つこれっぽっちも分かんない。